ちの苦労は勝手でもしろと言うではないか。先代からそなたへのこれは試練である、慎んで挑むがよいぞ。おこの段階から演出によって反魔法力を減ずるのは多分手遅れでしょうね。となればもう一つの手、人間の分散が良いでしょう。それが最も効果的であろうぞ。人間の人数が少なければ少ないほど分母の数は減るわけだ。その結果魔法力は適面となる。つまりこの籠城状態をいかに崩して少人数に分散させるかがここからのポイントとなるわけだ。しかし彼らはもはや用心で容易には籠城を崩せない。前々回の金蔵の書斎での籠城、前回の客間での籠城、いずれも手ごわかった。ましてや今回は老獪な大人勢がほとんど残った状態での籠城となっている。状況はこれまで以上に困難であるぞ。そなたが望むなら特別に助言を与えてやってもよいのだがな。様の手は借りません。しかしだな、籠城を崩すのはなかなかに難しいぞ。すでに手は打ってあります。きっと引っかかるはずです。頭のいいやつならむしろ必ず。そうか、そなたは優秀であるな。手のかからぬ弟子でわらわは嬉しいぞ。私、人に聞く前に自分で勉強するがモットーなので。それでは失礼します。獲物がのこのこと誘い出されるのを待たねばなりませんので。うん、それではしっかりね。わらわのことなど構いもせぬ。魔女見習いの天狗になりよって今に手痛いミスをして泣き言を言うに違いないぞ。その時こそようやくわらわの偉大さを理解し教えを請おうとするに違いないのだ。それまでわらわは高みの見物よ。失礼いたします。お嬢様、バトラ様との第二の番のゲームが終了いたしました。そうか、ご苦労であった。守備はどうであったか。申し訳ございません、リザインさせていただきました。バトラ様のローザがマリアを考察、その後に自己死は赤にて両名他殺で切り返したのですが、エヴァを主犯に据えられた一連の指し手を切り返せませんでした。エヴァは秀吉にずっと看病されて部屋で寝ていたであろうが。秀吉も共犯で両名でアリバイを作った可能性を提示されました。秀吉まで疑うか。殺害時には客室にいたと赤にて叩き切ってやればよいではないか。それも考えましたが、いずれにせよ数手先で
いくつかの大駒を奪われてしまうかもしれません。それにこの手が新しきベアトリーチェ様が撃たれた布石の可能性もありますので、それを尊重することといたしました。申し訳ありません。布石か、あやつ頭が切れるようだからの好きにさせておくがよい。どこまでやれるか見ものだそうおっしゃると思いました。弟子が可愛くないのでご機嫌斜めとお見受けしますよ。余計なお世話だ、あやつめ。ここからの籠城をどう崩していくつもりなのか、わらわもじっくり拝見させてもらうとするぞ。ああ、それで、バトラの機嫌の方はどうなのか？落ち着いておられるように見えました。やはりお嬢様が相手でないと盛り上がらないとおっしゃっておいででしたよ。そうか、そうであろう、そうであろう。第四の番以降はやはりわらわが復帰しないとバトラも寂しかろうなそれでは私はこれで失礼させていただきます。おいしいクッキーを焼かねばなりません。せめてお嬢様とバトラ様のお話が弾みますように。うん、あいつお前のクッキーボリボリ食ってたな。やはり男の子だからお腹が空くのであろう。多めに焼いてやれ。かしこまりました。クッキーでテーブルを埋めてご覧に入れましょう。それが良いぞ。なんだよ、どうした、話って何だ。あのね、私表へ出たい。